はい、ということでですね、 3D 運転教室に、アップデートが来ましたよねということで、バージョン 2.5 ということなんですけども、今回はですね、なんか警察署がなんかどっかに追加されたみたいなので、この中にはないですね。さあまだね、この中のドッペルゲンガーは消えないですけども、いつもねこの近くからちょっとずつ開拓されていってる感じあると思うので、この近くであると思うんですけど、まあでもね、警察署ということであれば、やっぱパトカーに乗りたいんですけど、あ、ないな、ないぞ。なんか 3D 運転教室の公式のですね、 YouTube の新着動画でなんか警察署を追加しましたみたいな、サムネイルの動画が出てたので、あ、これが今回の新しいやつかっていう、まあ、サムネイルだけで今回ちょっとやってるんですけど、見つからんかったらですね、またその動画をちょっとしっかり確認しないといけないんですけど、セブンイレブンあるよセブンイレブンあるよ、知らんかった、セブンイレブンあった、ちょっとちゃんと動画見てくるか。次のアップデート内容やったらどうしよう。ちょっと見つからないので YouTube 見ていきます。こんにちは、 3D 運転教室制作者입니다。여러분오늘은 3D 운전교실はい、今見るとですね、やっぱ歩道橋の近くですね。やばいぞ、落ちるぞ落ちるぞお前、あー、助けろ、やつを助けろ、わー、歩道橋やから、あれ、ここやな、歩道橋。あー、コンビニあるの。このコンビニの左側に あるんですけどね。車は、車が、まあ、やっぱりですね、早とちりしちゃったみたいですね。と、あの警察署は次回のアップデートっぽいですね。ちょっと動画も新しすぎますし、で今回の、変更内容は、あ、こいつじゃないわ。ただのですね、ジェネシスセダン、トラフィックカーで走ってるやついけるんですけど、それが、運転できるようになりましたよっていう話だけっぽいですね。逆にこれはどうやった、これは何だったっけ、あ、これか、だからこれやな、これに乗れるようになりましたよっていう。はい、もう一台行きました。これだけの話ですね今回の内容は。ジェネシスといえば SUV もありましたけど、あれは乗れてたっけな、これね、はい、これに乗れるようになりましたよっていうだけの話。ジェネシスの SUV はどこにありましたっけ。これはレクストンですよね。確かここら辺走ってたと思うんですけど、おらんな。あ、これか。あ、これだ。これがジェネシスの SUV ですね。これ確か乗れてたよな。これ乗れてたと思う。はい。まあ、ということで、今回はただこれだけの話ですね。はい。あ、いいやん、いいやん。はい、ということで、ちょっとですね、早とちりしちゃったんですけども、次回のですね、アップデートの、警察署、まあ、交番かな、ちょっとなんかよくわからないですけど、それをですね、ちょっと楽しみに待っときたいなと思います。ということで、よろしくお願いいたします。